本日6時からですね、環境省のこの、住民の健康のあり方に関する専門家会議が、第4合同庁舎で開かれるんですが、極めて、まあ、異例なことながら、この傍聴者を抜きにして傍聴を認めない形で、専門家会合が開催されるということに至りました。 ICRP の規定ではですね、こういうものは、当事者、被災当事者がその中に入るべきだということが非常に大きな点だったと思うんですが、それを全く無視してですね、被災者の声を聞いてないということも大きなことだと思うんです。この専門家会議を注目して、傍聴しているその目を光らせている市民に対しては恣意的に批判する立場のものを入れないというふうな、形に取れます。それがやっぱり非常におかしいと思います。実際にその専門家会議の委員、そして外部専門家の先生方もですね、まだそのきちんと調べられていない、3年半経ってまだ福島県以外というところは詳しいデータも揃っていない、調べればまだ分かることがたくさんある中で、健康調査の必要がないというような結論を出すのは早すぎであるというふうに考えています。今後ですね、関東についてはまだ調べられていないというところで、議論を進めていっていただきたい、そして私たち被害当事者 の見えるところで議論をしていただきたいというふうに切に思います。一番こう期待が集まっていたその検診の在り方、あるいはその医療支援の在り方、医療費の減免の在り方というのが、ほとんど議論されていないということに大変残念に思っています。でやはりこれはですね、省庁横断型に、新たな枠組みを作ってきちんと今の、当事者の意見を入れながらですね、現在の福島県県民健康調査で明らかになった甲状腺がんの発症率、あるいはその、個々の症例もきちんと分析しながら、やはり検診の在り方についてちゃんと議論していただきたいというふうに考えております。私たちの声も聞かず、会議の今日の会議の中で結論が出るのかもしれないって言われてるんですけれども、とんでもないことです。会議にも出られないままで、どんどん、結論がつけられていってるんですけれども、まだまだ被害の状況って分かってないです。どうなるか分からないです。健康の状況をちゃんとチェックするっていうのが少なくとも大人の責任じゃないかというふうに思います。偏ったこっちの方向にとにかく持っていけばいいというような乱暴な議論はやめていただきたいと思います。